ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、佐田さん仕事だからね、単独で来ちゃったよ。今日はってことは、うん、2匹のおっさんってことで。そうだね。2匹で2人でやりましょう。そう。今日はね、あの、でかいのって、佐田さん、佐田さんに、負けないようにしないとね。そうですね、うん。はい、じゃあこれから準備しまーす。はい、はい、やってきました。ネルフ司令塔本部前。はい、今日はね、このネルフ司令塔本部前でね、チャラッとチャラリンコ、釣っていきましょう。はい、じゃあね、海タナゴの時代がやってきたんで、海タナゴ仕掛けに買いました。いつものチートカゴ釣り。これでやっていこう。はい、海タナゴ釣っていこう。海タナゴに混ざって、メジナのでかいのとかさ、ダイナミとか来るかもしんねえじゃん。ウミタナゴ狙っていくぞ。ウミタナゴ釣るのが間違いないんだよ。ウミタナゴ釣るっていうのが大事。じゃあマッサー、はい、大漁を願って狭間完璧チンチロイン。これがないとね、始まんねえんだ。朝ビールはうまい。うまい。朝ビールうまい。うまい。昼間から飲む酒はうまい。うまい。これで俺はまた夜まで帰れなくなったと。なった。約束だよ。ね、頑張ろう。これって言って。頑張ろう。頑張ろう。うん。よいしょ。大佐、退職したぞ。なんだ？あ、バレた？いや。いる？でかい。なんだこれ？これあれ？すげえだ、すげえ。グーフー。しかもすげえ。出たよ。これ、美味しい高級食材。高級食材釣れました。君だったか。お持ち帰り。お持ち帰りか？いいサイズですね。持ち帰りですね。うん。食材っすね。うん。いやー、釣れないよ。今ね、時間は3時半。これから夕間詰め。大潮の日ってさ、なんかあんま釣れねえのかな、わかんねえけど。ここはさ、あんま大潮良くないんだよね。やっぱ冬はね、釣れないかもしんない。きついな。え？嘘、当たりじゃん。嘘。やっぱ、嘘、嘘、嘘。来た来た来た。入ってる？入ってる入ってる。あ、入ってる。センターで設立、目標センターで設立。うわまたグフだ。目標センターで設立。また来ました。おろ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 。彼岸フグ、彼岸フグ来ちゃったよ。忘れた頃にこいつが釣れるっていうパターンですね。冬鍋だ。冬鍋じゃねえや、フグ鍋だ。ちょうどカメラ回してたんですよ。うん。2匹目。美味しいフグ。フグの天ぷらもうまいんやな。うん。やったね。フグ。なんか隊長の顔がフグ顔になってる。もともとなんて。もともとなんて。なんかいる？わかんない。おう、松さんになんか来た？バレた？あ、いる。なんか来た。なんかいる？お、なんだろう。海タナゴ。やっと来た、海タナゴ。お、釣れた、でけえ。あ、海タナゴの試合始まった。これで海タナゴ、おー、ごめんごめん。おー、海タナゴ来た。来た、でかい。マダイサイズ。マダイだ、マダイ。マダイだマダイ。これ待ってました。待ってました。ばっくり食ってる。イエーイ。おーおー、いいな。棚どれぐらいですか？棚どのぐらいだろう。どこだ。これだから3広ぐらいかな。なるほど。うん。よいしょ。やったね。いいものが一匹来ました。いいものが。やっとやっとこれでボース免れ。もうでは逃れよ。いいじゃないですか。俺のちっこい海タナゴと違いますね。20ないな。ギリ、おー、ギリギリ20か。ギリギリ20。うん。
ね、はい、だからこれぐらいのサイズだったら全然ね、うん、よっしゃ坊主のがれできましたなあ。またすか、いいな、俺全然釣れてないよ。なんだろう、でかい、マダイじゃん。あ、でっけ、なにこれ、でっか、でっか、うわでっか、またでかいの来ちゃった。うわでか、またでかい、かなりでかいぞこれ。これでっけ、マダイだ、うまそう。へえ、いいな。ポイントがちょっとあれなんかな。もう今ね、釣れないからね、棚上げようかと思ったんだよ。そしたらなんかうちがおかしい動きしてるから何かなと思った。うん、これはでかいと持ってる。サビキ仕掛け。うん。サビ、ああ、サビキの針使ってるんだ。そう。ケイムラ。サビキの方がいいのかな。ケイムラ。ケイムラサビキ。ケイムライワシ。ケイムライワシ。ああ、逃げた。リアル、リアルなんだっけ。あ、これ食われてるな、中に。なんか壊れてる。なんだろう。本当だ。うん。いいし。釣れた。壊れてる。やった。一匹目でいけー、いいなー。あ、いけいけ。俺、フグと小さいやつしか釣れてないよ。フグ高級魚じゃないですか。フグ高級魚だけど。リスナーさんが喜ばないもん。フグは。でかい。いいなー。これ完全に20オーバーだね。うん、20オーバー。太ってるもん。すげえ、でかい。うん、すげえ、マダイだ。22、3あるかも。うん、よし、でっか。中に食われてます。何食われたんだろう。わかんない。でかいのいるってことだ。そうだね、ほぼね、満潮時間のね、今4時半。ちょっとね、釣れないんでね、俺ね、松さんの方はね、海田の方がでかいの釣れたんだけど、俺の方は釣れないんで、これ、サバ、サンマのね、干物をね、サンマの干物をね、こう切ってね、やった餌があるんで、これをつけて、胴突き仕掛けでぶっ込んで、カサゴかなんかを狙っていこうと思います。暗くなってきたからいると思うんだよね。なんかついてるな、なんか釣れたっぽい。小さい、マスさんの半分以下、10センチ。先月の方が良かった。またまあ今日坊主嫌だから持って帰ってから天ぷらにするかな。フグもいるし。お疲れ様。また明日。また見てねー。